尖閣諸島警護が近年大きく様変わりしているのをご存知でしょうか。今回は中国海警局キラーとなる海上保安庁大型巡視船黎明型について詳しく見ていきますね。海警局の動きは年々変化しています。その変化に先回りする形となるはずだったが、2021年2月16日、海上保安庁に大型巡視船、暁が就役して、管轄内に尖閣諸島がある第10管区海所保安部へ配属された。第10管区海所保安本部、鹿児島には、黎明型巡視船1番艦、黎明と、この、暁が配備され、この長期間において、洋上活動が可能な尖閣諸島を含む、南西諸島の海上警護を置いて、重要な役割を担うことになる。黎明型巡視船は、四季島、安芸津島と続いた世界最大級の巡視船の流れを組む、ヘリコプター搭載型巡視船で、基準排水量6500トン、全長 150.0 メートル、最大幅 17.0 メートルと大型のため、長期間の航行が可能となり、外洋での任務に適しているほか、冬場に荒れやすい海域においても、航行性能が安定している。また、暁には、ユーロコプター EC-225 シュペルピューマ、マーク2タスが、通常では、1機搭載されているが、格納庫や飛行甲板などは、最大で2機搭載可能なように設計されている。武装は、強力デボフォース70口径40ミリ、単装機銃2機、20ミリ、多重新機銃 M61 バルカン2機で、その他に、停船命令等表示装置、遠隔監視彩り小装置、遠隔放水銃などが搭載されているが、最近の大型巡視船において、武装が強化されているのには、理由がある。近年、尖閣諸島では、中国海警局の艦艇が、接続海域や領海への侵入を繰り返していて、常時2隻から4隻が航行しているが、隻数の増加だけでなく、艦艇の大型化が目立ち、5000トンから12000トン級のヘリコプター搭載哨戒船が送り込まれ、防御場である尖閣諸島に近づく日本の漁船を追い出そうと、威嚇する動きを見せている。それらの艦艇は、いずれも76ミリ、速射砲や多数の機関銃が搭載されて重武装化されており、第11管区海所保安部に配備されている12隻の尖閣領海警備専従部隊の軽武装の1000トン巡視船では、太刀打ちできなくなりつつある。中国海警局は、2018年に、中国中央軍事委員会令下である、武装警察に編成され、中国海軍将官が、その指揮を執っていて、第二海軍とも言われる組織になっており、尖閣諸島に現れるか行け、医局艦艇も、海軍並みの艦隊行動で、接続水域や領海への侵入を繰り返している。そして、中国では、2020年11月の中国全国人民代表大会において、海峡法の草案が提出され、2021年2月1日に施行されたが、それには、外国船が中国の管轄する海域で違法に活動し、停船命令に従わない場合は、武器を使うとされており、中国が尖閣諸島を自国領と主張して、日本側の言い分を全く認めていないのが、現状であることから、武装している海上保安庁の巡視船はもちろん、民間の漁船であろうと、命令に従わなければ発砲することを国家として認めていることになる。このように、尖閣諸島を中国領と主張する中国の国内法によって、尖閣諸島に出漁する日本漁船や巡視船に対して、海警局艦艇が武器で攻撃する恐れが生じているのであるが、かといって、巡視船は武器を使用するか行け、医局艦艇に対して武器で反撃することが、法律上難しい。2021年
8月30日には、尖閣諸島周辺を航行していた日本漁船5隻に対抗して、最大で7隻の中国海警局艦艇が現れ、うち4隻が尖閣諸島の領海を侵犯するという事件が発生したが、この日本漁船5隻は、尖閣諸島近海に出漁することをインターネット上で公開していたため、中国海警局がそれに対応するため、艦艇を増派したものと思われ、中国が尖閣諸島領有問題から一歩も引くつもりがないことを示し、日本の漁船の間にはいつ発砲されてもおかしくないとの緊張が走ったという。もちろん、この事件だけでなく、中国海警局艦艇による領海侵犯や領海外側の接続水域に侵入してくることは日常茶飯事であり、2023年3月30日に3隻の海警局艦艇が80時間36分にわたって尖閣諸島の領海に侵入し、これまで最長だった72時間45分を更新したほか、4月15日には連続80日間航行しているのが確認されるなど、尖閣諸島近海での滞在が次第に長時間化、長期間化しており、尖閣諸島の領有権を諦めることは絶対にないとする意思表示であり、実効支配を本気で狙っているとして懸念する声が多い。このように中国がこの先尖閣諸島に対しては領有権を主張しながら虎視眈々と実効支配を狙っている現状において、インターネット上では日本側も海上監視を実施するだけでなく、実効支配していることを国際社会にアピールする実績を積み重ねておくべきとの声が高まっている。具体的には、自衛隊部隊を上陸させて基地を設営して常駐化にすべきとの過激な意見から、ひとまず灯台などの建設物を島に構築して、それを破壊されないよう、海上から守るなど、いずれにしても、実効支配を強めておくべきとの意見が大多数である。尖閣諸島は、台湾有事などの際には、そこに、強力な対空ミサイル陣地を展開することで、沖縄本島のアメリカ空軍を牽制することが可能となるため、中国としては、日本の領有権を絶対に認めることはなく、間違いなく尖閣諸島にミサイル部隊などの地上軍を送り込むだろう。そして尖閣諸島への上陸に際しては、自衛隊の反撃を防ぐべく、制空権及び制海権確保のために先島諸島のうち戦闘機が発着できる空港がある宮古島隣の下地島や、空港の建設や拡張が可能と思われる宮古島や石垣島などへの侵攻が予想される。これらの島々では、現在、陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊の配備に対して、左派活動家が自衛隊が基地を作ると攻撃を受けるなどとして反対しているが、それとは全く関係なく、中国にとっては必要な島であるため占領される可能性が非常に高く、そこに自衛隊やアメリカ軍が存在していなければ、全島民は間違いなく中国人として生きていくことになるのだ。また、台湾有事などが起こらないとしても、いずれ中国は民間の漁師を装う海上民兵などの民兵組織を尖閣に上陸させて実効支配狙うとの見方が多い。民兵とは、退役した軍人などによる準軍事組織で、戦闘の後方支援的に国境防衛、警備、物資輸送、治安維持などを任され、そのために必要な軍事訓練を受けている準軍事組織で、かつて1070年代には中国全土で3000万人いたと言われている。その後、民兵は2011年には800万人に減少したのであるが、海上民兵においては、近年の海洋進出に合わせて、むしろ増強される傾向にあるとされ、軍事専門家によれば、30万人ほどの海上民兵が常に組織されているという。
以前は台湾侵攻に向けての兵力として組織されていたようであるが、近年では東シナ海、南シナ海への海洋進出に重宝されている。もし尖閣諸島に中国の正規軍が上陸を強行するならば、自衛隊に防衛出動が発令された上で、日米安保によって米海軍及び空軍とともに中国軍と対峙する事態となるのであるが、おそらくはそのようなことにはならないであろうとの見方が広がっている。中国は狡猾なので、尖閣諸島を実効支配するに際しては自衛隊が攻撃を仕掛けられず、米軍が参戦できない状況を作ってことを運ぶと思われ、そのために必要な存在がこの海上民兵である。ある日、海上民兵を乗せた民間を装った漁船が分散して一斉に尖閣諸島各島を目指す動きを見せ、それを阻止しようと海上保安庁巡視船が中国漁船に警告を発し、威嚇するために接近すると、中国海警局艦艇がそれを阻止しようと間に割って入るか、あるいは巡視船に対して発砲する。これに対して自衛隊に海上警備行動が発令され、護衛艦隊が出動。この間に発砲を受けた巡視船には物損被害、最悪の場合には人的被害が発生して退避、そして尖閣諸島には海上民兵が上陸を果たし、各島に護衛航機が翻るというストーリーが考えられるのだが、中国側があくまで海上民兵を民間人であると主張すれば、自衛隊にとっては武力行使ができない、ほぼ黒に近いグレーゾーンとなり、防衛出動の発令も米軍が日米安保第5条を適用することも難しくなるのである。このように対応に苦慮しているうちに、中国は尖閣諸島を実効支配することとなり、南シナ海と同様に着々と基地化を進めていくことになるだろうとされ、日本の防衛関連法の改正は憲法改正以上に現場で必要とされている。